ちは。というわけでイントロでもちょっとねいろいろ見ていただきましたけども、今回はこちらのスマフックというバックハンガーのご紹介をしたいと思います。はい、この手の製品はですね、昔からいろいろあったと思いますけども、私も普段からね他社製品使ってます。で今回はちょっとそちらね、これにリプレイスしてどんな感じになったかっていうところをお届けしたいなというふうに思います。動画のチャプター的にはまずはこのバックハンガーとしてのまあ性能ですね、耐荷重であったりそのあたり使い勝手ご説明していきます。あとはそれ以外の機能も簡単にご紹介をして、あとは全製品との比較もさせていただいて、まあ、最後にちょっとね改善してほしいポイントなんかも触れながらご紹介できればなというふうに思います。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで早速バックハンガー、私が以前どんなものを使ってたのかっていうところからねちょっとお見せできればと思います。はい、というわけでこちらが私が普段使っているピークデザインのエブリディバックパック30リットルという、まあ、比較的容量大きめなバックパックになります。でこれにですね、まあ、カメラとかマック入れると結構重量いくので、バックハンガーはまあ小型軽量とかいうよりかは結構耐荷重重視で選んでいるところがありました。でそこで使っていたのがこちらですね。結構でかい、腕輪かっていうぐらいでかいんですけど、はい、まあ、白くて丸くて可愛らしいシルエットが特徴のこちらですね。はい、使ってました。でまあ、どうやって使うかっていうところはねちょっとインサート入れてると思いますけども、まあね、ここにフックを引っ掛けて、まあ、天板にこうねスライドしてこんな感じで設置するという流れになっています。はい、で、これをですね今回こっちのスマフックにリプレイスしていこうというお話なんですけれども、だいたい1週間ぐらい運用してみて全然問題はなかったですね。というのもこんなにサイズ感が違うのに耐荷重どちらも 20kg なんですね。で私がねこの前のフックで若干気になっていた課題を解決してくれているところもありまして、それがですねこの天板の厚みなんですよね。見比べていただくと分かりやすいんですけれども、はい、こうね天板の位置でこんな感じで高さを合わせた時にこのスマフックの方がこの天板の厚みをより許容できるというのが分かると思います。この幅ですね、ここのスマフックの方が明らかに広いのでより、厚みのある天板にも取り付けが可能という風になっております。ここはかなりいいですね。たまに使えないお店とかあったんで、そういう時はもうシャーなしに地べたに置いたりとかしてましたけど、椅子の間に挟んだりとか、はい、そのあたりの課題が解決されました。なんでバックフックとしての魅力は、まあ、小型軽量化できて、かつ、天板の、ね、対応する天板の厚みも厚くなったというところで、ここに関しては文句なしです。安定感とかも全然問題なかったので十分かなというふうに思います。はい、続きましてこのスマフックの、ね、細かい使い方と、あと他にも、ね、フック以外の機能もあるのでそのあたりのご紹介とアクセサリーだったりの説明もしていこうかなと思います。と今回スマフックはこの部分のみで、このカラビナはオプションになっているみたいです。で機能としては先ほどの、ね、このバックハンガーとしての機能、あとはこうして置いてあげることで、はい、スマホスタンドにもできますよという、縦横どちらもいけますね、はい、というような機能もあります。あとは通常の、ね、キーホルダーとしての機能、あとはオプションにはなりますがこちらカラビナが付属してますので、まあ、お使いのねいろんなものにくっつけることができます。で個人的にこのカラビナのデザインが結構いいなと思ってまして、こんな風になってます。普通のカラビナにあるですねこのなんか支点みたいなところがなくてですね、このなんか切り欠きスリットがいっぱい入ってるおかげなのか、この状態でなんとちょっと曲げることができるという、チタン製のカラビナになってます。これかなり質感も高くて傷もつきにくくて、こう見た目もミニマルで、これはかなり、ね、気に入っております。あとはこのカラビナのこの切り欠き部分ですね、ここで一応、線抜きがついているとのことです。はい、ちょっと私は今線があるものが手元にないのでちょっと実験はできないんですけども、でもあとはちょっと販売形態のあれにはなりますが、一応このチタンカラビナオプションを、選択するとこのポーチがついてくるみたいです。はい、こんな感じですね。はい、ではここから、旧製品がこの製品には存在しまして、今回、スマフックエアーというねなんか iPad みたいな名前ついてるんですけど、その前にスマフックプラスっていうねなんか iPhone みたいな名前のやつがありまして、はい、このね2つを
一応比較しておこうかなというふうに思います。でこの比較の中でちょっと私はね一つあのデメリットをちょっと見つけてしまったので、そちらも一緒に合わせてご紹介できればなというふうに思います。というわけで、比較をしていきます。まあ、オプションのこのカラビナは一旦置いておきましょう。はい、ポーチの上に置かれているのが新型のエアーで、こっちが旧型なのが分かりませんが一応前モデルということで、プラスですね。はい、名前からお察しの通りですね、今回、プラスからエアーになって、大幅な軽量化がなされています。もうあのこれは持ってみてとしか言えないんですけど、あのアップルウォッチのアルミケースとステンレスぐらいの違いはありますね。でここから旧世代の方を見ていきたいと思うんですが、まあ、こっちの方がちょっと機能は多いです。はい。というと、まあ1点だけなんですけどね。はい。基本的にこうね、できることは一緒です。こうバックハンガーになりますよとか、あとここもね、スマホも置けますし。はい。で1点違うのが、開けたところに鏡があるというですね。まあ何に使えるんだろうと思ったんですよ。やってみたら、まあ、確かに、こう、なんか、目の中にまつげ入ったかもみたいな時に、こう、目をね、見るぐらいはできるかなっていう気はしました。はい。そんぐらいかな。まつげチェッカーがついてきます。はい。で、あとはね、細かいこの質感をね、ちょっとチェックしていきたいんですけど、ここで私は1点、この新型スマフックエアーの方のちょっとね、改善してほしい点を見つけてしまうことになりました。はい、こんな感じで。スマフクエア新型の方はちょっとねブラッシュド系のなんか色味になってます。でこっちの旧型の重い方は完全なマットっていう感じの、まあ、金属の質感ですね。はい、まあ、ここはでも好みでちょっと分かれるかなという感じなんですが、いやーただですね、いくら軽量化されてるとは言ってもちょっとね気になる点がありまして、私ですねこのスマフックをどう使おうとしたかと言いますと、またねカバンを持ってきたんですけども、ピークデザインのこのチャックの部分ですね、本来であればこういう持ち手がついてるんですけど、最近ちょっと破れてしまいまして、今ちっちゃいカラビナをこうねつけて引っ張ってるんですけど、まあ、ここをねこれぐらい大きいものに置き換えてあげればすごいチャックが開けやすくなるんじゃないかなと思ってこういう風に運用してました。なので必然的にこうやってチャックをねこう引っ張ったりしていたわけです。でその時にちょっとねこの2製品を比べていて気づきました。まあ、さっきの寄りの絵でちょっとね気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、この角の処理が全然違うんですよ。はい、スマフックエアーの方はですねかなりソリッドな感じで直線を意識した角のあるデザインなんですね。もうあのサイバートラックみたいな。でこっちのプラスの方はかなり丸みを帯びたデザイン、角の面取りがしっかりされているような見た目になってます。よってキーホルダー運用する際に、まあ、こうやってギューってこうね引っ張るわけです。その時にこの角が痛いんですよ。まあその怪我するレベルとかじゃないんで全然いいんですけど、でこっちならまあ角が丸まってるのでこうね安全に引っ張ることができると。ここの違いはかなり大きかったですね。まあねただこっち重いんで、でこの重量に関して結構致命的な、そのカバンにぶら下げながら使うっていうシーンにおいては結構致命的な弱点もやっぱり存在しまして、重いということはですね、このロック機構のないこの部分が、はい、揺れると開いてきちゃうんですね。ただやっぱり軽量化されると、まあ、もちろんね重量物ではないのでこう振っても全然開かないんですよ。なんでやっぱりこうね勝手に開いてきちゃうとなんか引っ掛けたりとか壊れちゃったりとかするかもしれないんで、まあ、その点で考えると軽量化はかなりこういうところに効いてきてるんだなというのは感じます。なので個人的にはこっちの新型、軽量化されていてすごく使い勝手いいので、まつげのチェックはできないですけど、あのかなり軽量化されて本当に存在感感じないぐらいの感じですごいいいんですけど、可動落としだけしてくれればもっとこのキーホルダーとしてより安全になったかなというふうには感じました。まあ、このねソリッドな感じがまあかっこいいといえばかっこいいんですけど、ここは丸まってた方が安全面的には良かったかなという気はしますね。まあ、本当に細かいところなんであれですけども、はい、そんな感じで、新旧の比較でございました。まあ常にカバンにくっつけるものなので、もう絶対的に軽い方がいいなとは思います。あとはあのまつげがめっちゃ目に入りますっていう人はもしかしたら旧型の方がいいかもしれないですね。はい、というわけで、最後にこちらの製品実際欲しいぜってなった場合の情報についてお伝えしていきたいと思います。今回こちらですね、あのクラウドファンディングで現在、出資募集中という、アイテムになっておりまして、このスマフック単体が
大体3000円ぐらいで、このチタンカラビナとこのキャリングポーチがついてくると、まあ、大体4000円ぐらい、はい、というような価格設定になっております。クラウドファンディングのページは概要欄に貼ってますので、気になった方はぜひそちらから、チェックしてみてください。はい、というわけで今回ですね、このバックハンガーを、軽量化して、まあ、かつね、より対応できるテーブルも増えたというところで、まあ、私は今度からこれをね、カバンの中に潜ましておこうかなというふうに思います。まあ、以前のものよりもね、かなりでかいんで、まあ、これよりもね、こっちの方が圧倒的にカバンの中身を有効的に使えるので、こっち使おうかなと思います。はい、というわけで、私のチャンネルではですね、普段アップルやテスラの話題を中心にガジェットで生活をより良くしていこうぜみたいな文脈で情報発信させていただいております。不定期更新にはなりますが、もしねこういう話題興味あるよという方はぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。というわけで今回は、スマフックの、プラスとエアーの、まあ、比較レビューという感じで、ご提供いただいた製品のご紹介をさせていただきました。はい、というわけで今回の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。さよなら。